いやあ、実なー好きだよ。ライト三やってきたと思います。いまだに三って言ってるぜ。そうです。レオのパートに入りました。シチはレオじゃないわ。<laughs> レオはワンの時のような名前だな。もう、プチシチューいつぶりか49個も出入いでよ。<laughs> 49。七 <laughs> 7, 7、49ですよ、もう。 ラッキーセブンを2回かけて49というすごい縁起の良さそうな数字。行きましょうお出てきたお前、名前忘れたごめん、名前忘れた、お前。<laughs> ごめん、久しぶりの収録だけど名前忘れたバタフライでよい,いいかな、もう。バタフライでいいかな、お前。<laughs> こいつ自身の名前はれたんよな。<laughs> なんだ まだ完全に疲れてないのか。え、こんな声だったっけズへ <laughs> っかも合わせた。いつまで頑張るつもりえああえげつねいことになってるで。てか、お腹のあたり、嘘をおるで。嘘を抱えて。ネイいぐるみ抱えるかのことくの嘘を抱えて。女子力高い男になってるぞ、お前。ああ、そう。喋れないほどにきつのか。あの子もいつか裏切るんでしょ。ああ、かわいそうだね。 何それえんでそのマークついとん何これ何だいこれは決してないんだね。やっぱりあっちの方が良かったそれとも自分への戒まめか何かのつもりよくこんな手袋なんてチャッチな方法で今までバレないようにできたね。何なんこれえ小さい頃のみんなのチームのマークみたいな感じ で最後だよ何ー小さい頃の回想かなえあ、おおい今なんて俺はあのギャング団に入るま待てよテオの両親だってあのギャングの勝手な争いに巻き込まれて死んじゃったんだよそうだよだからいつか仕返しをするんだってあ もしかして、脅されたりしてるのかな、ならさ、俺たちも。な、なんだよ、これ。金だよ。こんだけありゃ、お前ら三人で隣にある町まで,まで行って暮らせるだろ。どういうつもりか聞いてるんだよ、と思うよ。こんな大金、どうしたのギャングのやつからもらった、あそこにいれば、こんな金すぐに手に入るんだぜ。 でも、三人で隣の町まで行けたなんて。そうだよ。俺たち家族だろ。同じレオンハーツの姓を持つさ。ってお兄さんは、お金の方が大事だって言うのああ、そうだ。いい加減にしろよ。お前らとこんなとこいたって、金なんか稼ぎやしねえ。足まとい,いなんだ。さっさと、これ持って行って、ここから押せろ。えなんでちょ、ちょっと。 おいあっこれをどういうどういう気持ちで言ったんだろうなシードは。r o ンハー s 今でもみんな同じせのままだよあれから僕たちはたないまちここで運よく保護施設の方に入ることになったんだ。それから成長してこの活動を始めたんだ。えっこの活動って ええー、バタフライをバタフライ流行ったバタフライ、バタフライ、動けないで <laughs> あの絵本の真似事にすぎないけどね。このお得意な超音波を出すつえ、すごいでしょ。イーノスが作ったんだよ。共犯お前ら共犯だったイーノスも一応、手助けするサポートメンバーみたいな感じだったほら、見てみ、視聴者さん。 イーノスが一応バタンフライではなかったけど犯人だったやん。俺パート3あたりで酔ったやん。いい、パート3やっけパート1からいきなり言い出したんか、俺。イーノスが犯人って言い出したやん、俺。当たっとったやん。視聴者さんはメル目がないな。イーノスやっぱ犯人だったやん。誰だ、イーノス犯人じゃないよってコメントしたやつ。 いな,い,な <laughs> いなかったな、そのやつ。テオニさんの方も、ずいぶんそっちでいろいろやったみたいだね。大丈夫。全部終わるから、世界を滅ぼすまではいかないだろうけど、この辺りを沈めることぐらいはできるだろうさ。よかったね。あの町の何もかも嫌いだったんでしょ。自分の、自分の過去を潰した男やの。 復讐みたいな感じだったん兄さんの仕いしも僕たちの仕いしも叶うんださてとどんな結末になるか楽しみにしてるよ俺はどうするべきなんだエフィどうなるんこれなーにこれあんまりはいたくはないな なんだいこれ <laughs> <laughs> じゃあこれなんだいわ <laughs> からんな今までのバスか <laughs> シドの嘘の匂いがするおいかけろエフィナああーオあ。もういいよこれ <laughs> 前のパートでやめようとか言いながらどんどん合ってる <laughs> 出てきた瞬間おなんかすごいところ来た なんだこれポケモンチャンピオンロードみたいなところ来たよこの辺に四天王がおったら完全にチャンピオンロードあ誰真ん中のやつしシド違うえこれシドかシドなのかこれはただの嘘の匂いよエフィ何をしてたんだ さっきとこんな世界、さっさとこんな世界、嘘でぶっつぶしてやろうぜ。はやせられてる。えはやせられてるじゃん。いや、ここまで来れたんだね。まあ、もう遅いみたいだけど。今までと違う。そうだね。嘘に疲れたら、自我を失って人を襲う。そうでしょ。完全に取り憑かれたんだよ、シドが。兄さんは、 嘘が自動だ思つ,つほどに多く嘘を重ねていたんだそう考えれば幼い君にも理解ができるかなずっと一緒にいたんでしょははがして食べないと無理じゃない君ももう限界でしょ完全に疲れちゃって食べられるかわからないけどでも大嘘好き HB3000 まさかの、シド自身がボスって感じか。だからね、こっちにはな、伝説のアイテムがあるんじゃ。火を吹く。ファイヤー,あー, <laughs> ーアハハハアア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 ア えー、何やったっけ指導に持たせたままだったー強いやつも出せたままだった反映したかどうかって言ったら違うと思うけど持たせたままだったーだ、だめ、力が出ないし、強すぎるどうした今日は随分と元気じゃないか。あまり走りすぎると、今日の分のやつはいちまうぞえいつもの変わらない。私の知ってる 自我を保つってこんな感じなんだな哀れな結末だね裏切り者のお兄さんにはぴったりだろ終わったんだ全部ねじゃあねてお兄さんシドウ大丈夫ちょっと時間がかかっちゃうかもしれないけどね私がね元に戻してあげるからねって きらびやかだったこの街は、今は暗いドロドロに包まれている。今でもずっとドロドロが溢れている状態だ。もう、私では、食べきれないのかもしれない。でも、それでも、いつかもっと強くなって全部食べてあげるから。だからそれまで。ああ、バッドエンドええー。 えちょっと待って分岐なんかあったんこれええええ,えどういうことええなんかあったん分岐なんか全然選択肢的な分岐点みたいなんがなかったんやけどあなんだろう 入りたくないなって言うて2回目会ったら入れるんだよこれ入れちゃった <laughs> 嘘の中なんやこれ誰だ君たちはああ君たちか <laughs> えお前らはこんなところおったんてかもう一人の方もおったんやイーノスともう一人の方も結局プラン B は咲かなかったよなーイーノスが面白いことになるのにわいわいわわわわ あ、お前、そその重ねたっただけだったんじゃ。誰やねん、イーノスは。ディーノス自分の意思でやったとか、犯人とか言うたやつ。誰やで、イーノスは犯人やけどみたいな感じのや,やつやん。<laughs> 誰やねん、イーノスも恨み持っとるみたいなコメント、そんなやつおらんちゅうに。<laughs> はっはっ。何言ってんのか、全然わかんねえ。しかま、随分頑丈だな、これ。え なあ、いいのず、手をってさ、緑の上着を羽織ってたんだっけ <laughs> ええなじゃこれ <laughs> どうじゃお前ら、取ってくれてる。あ、見た限り、もう喋ることのできる状態じゃないね。<laughs> あえやっぱり、君にまずくて、沈黙、ええー、と、沈黙をしてるのかと。いや、それもあると思うけど。 だよなぁ。どういう状況かわからんかったもん、これ。何してんの、この二人。コントしてんのか、お前らは。あ、お前、ウィルバーの前でコントしろって言われたけどさ、その練習してんのか、お前ら。そうかー。なかわけないだろ、お前ら。お、お前らは、何をしているんだ。俺が聞きたかった。よくかった。なかなか喋れん状態でよく聞いてくれた。ちょ、ちょっと、大丈夫大丈夫って。 たちちでここんなことをしちゃったんだろうあ、3人とも共犯だったのか <laughs> うんそれは分かっとるけど、ね、いやもうあの時あのあとおたちはこの町で生活を始めて今はその僕は発明家になってジーンはねパイロットなかなかすごいでそしてシリルが怪盗そして僕ら2人も協力をしているんだ <laughs> 普通にさらっとカミングアウトしちゃってるやん。まあ、まともな人間に育ってはないってことになるな。てよのほうも、詐欺かなんかで金を稼いでるみたいだけどさ。ああ。<laughs> おいら、相変わらずな。相変わらずの4人衆だな。あなたけのこと、を覚えてる気にしてる気にしてるって、どっちかって言ったら、お前らが気にしてるか気にしてないかの話になってきそうやけど。そうかもした そのことがテオの足かすになってるなら、ごめん。本当にテオの足でまといだな。ああ。テオが言ったんが、あの、俺らのことをのために思って、みたいなことを分かっとんだよ、この二人は。違う。あの時言ったのはそういう意味じゃないんだ。そうなんだ。シールからいろいろと言われてたでしょ。今。いや、昔からずっとああなんだ。 そりゃあ僕だってあの時はいろいろ考えることもあったさそれとも僕は今でもテオのことを信じてるからえシリーズだってまたずっとどこかで引っかかってるはずなんだその証拠にレオンハーツこのつながりを制はしなかったそうだよ三人ともねここにいるやつみんなレオンハーツだああ今思うとその時勢いで考えたからが結構痛々しい名前だよな そうだよな、レオンハーツが。<laughs> もう、現実ではありえないような名前だな。まあ、ちょっとかっこよすぎるというか、名乗るとき、少しためらうね。うん。ファイナルファンタジーの進行にしか与え,与えたらダメなレベルのかっこよさだもんな。あ、そうだった。テオが考えたんだって。痛ははい,たいたし、人間、テオだったのかい。<laughs> また、こうやって話ができるなんてな。屋上にはシールがいるぞ。 このまま行けは次は本当にとどめをさしてくる。もしテオが言うんだったらこっそり逃げ道を。A、ええ。あいつには謝らねえといけねえから。そう。わかったよ。無理するなって言っても無理するところは変わらないんだな。C のことも頼んだぜ。よっしゃ、頼まれた。今までこれ、C 殿の状態でかい、あのー、進んでいくんじゃないかなって思ってきたら HB 回復とかのあかんような気がしてきた。 というわけでセールというわけで今回はこの辺で次回シリルのところシリルって言葉名前思い出したようやく思い出したけどシリルのところ行くぜ多分最終回ご視聴ありがとうございました次回もよろしくお願いします週明げ過去との因縁を切り裂くために はうその時エフィーナは何を思うエフィーナの嘘を食べる力が覚醒次回,ライ最終回「ライト3」最終回ライドシリーズの全体での完結編でもあります。